はこちら、文房具屋さん大賞の世界2023その2。文房具の仕入れの前期を握る男、有林堂文房具バイヤー丸田良二さんです。お願いします。よろしくお願いします。最初作り込み入れてきますね。で、2、3個商品紹介したらあたふたしてメッキが剥がれ落ちてナチュラル丸田になってますね。今日は何ですか、テーマは。元気よく元気笑顔おじさんってことですか。はい。最初から最後まで作り込んでってくださいよ。はい。もう外れてます。もう。あ、そう。はい。文房具屋さん大賞とは、文房具屋さんたちがこの1年間で発売された新作文房具の中から最も良いと選んだ一品が掲載されている本でございます。ちょっと見ていきますか。お、人気沸騰ガラスペンの選び方、福島さん出てるじゃないですか。あと佐久間さん、ザキは干された。前回に続きまして、本の中からマニタさんが選んだこれだという商品を紹介していきます。トップバッターお願いします。はい、パイロットさんのイルミリカラー、カラートゥーカラーです。そんなに噛むことあります。ブクロが一回音を見せます、はい、パイロットさんのイルミリーカラートゥーカラーです。おお、一発一発いきましょう。はい、はい、パイロットさんのイルミリーカラートゥーカラーです。いや、失敗してよ。イエイじゃなくて。パイロットさんのイルミリーカラートゥーカラー、まずはナイトサクラ。はい、普通に書けばいいですよね。そうですね。普通っすけどね。後ろのラバーで字をこすってみてください。フリクションみたいに。そうです、そうです。おお、そういうこと。暗いマニタが明るくなりました、急に。おお、すごいじゃないですか。すごい。もともとはフリクションはこの技術を応用させてフリクションになってたんですもんね。そうです、そうです。これ売れてるんですよ。小中高生女子にはたまらないですよね。女子に受けてもらえるように、軸も少し女性が持ちやすいように小ぶりになってるんです。確かに確かに、ちょっと細めですね。はい、手帳のトゥードゥーとかで終わったらこすって、これ終わりましたみたいな使い方も。確かに、ナイトの方で書いといて、はい、終わった用事は桜に変えていくみたいなね。はい、桜桜ですね、まさしく。そうですね。ブルーソーダいきましょうか。はい、例えば誰々さんに電話とか、よし電話したぞ、こういう感じで色を変えていくと。はい、いいもの持ってくるじゃないですか。チェリーピーチも一応、チェリーピーチだってデートとかになっちゃうかな。チェリーからピーチに変わると。デート行った後に色変えるのおかしな話ですけどね。すまなかったみたいな。お値段おいくらですか。275円です。使い切りですよね。返信はないですよね。はい、なるほどね。笑顔はどこに行ったんですか。じゃあピースしてください。ニコニコしながら明るい気持ちで前向きに大きな声で元気よく、はい、さあ行きましょう。続いてお願いします。トンボ鉛筆さんの筆の助しなやか仕立てパステルカラーです。ダメです。トンボ鉛筆さんの筆の助しなやか仕立てパステルカラーです。よっ、名人。筆の助しなやか仕立てパステルカラー、黒い紙に書いてみてください。わあ、すごいですね。だんだん来るじゃないですか。そうなんです。特殊な溶剤を使っていて、溶剤が乾くと色が出てくるような仕掛けになっています。黒い紙にパステル色が映えるようなインクっていうことで、トンボさんが開発された商品です。次違う色いきましょうか。最初描いてる時全然見えないんだよな。これがだんだん浮き上がってくるんだよね。さあ出てこい、さあ出てこい、私の筆の助。さあ出てこい出てこい。あ、筆の助よっ、しなやか仕立てパステルカラー筆の助。いや、つらいな。思ったより遅い。お値段おいくらですか。165円です。安っ、安の助。シークリーニングイレーサー。はい、ボソボソ喋ってますけど、いきますよ。はい、練習してたんですね。はい、絶対失敗しないです、ね。はい、続いてお願いします。シードさんのお掃除消しゴム CE シリーズ。もう一回行きましょう。はい、お願いします。シードさんのお掃除消しゴム CE シリーズです。この消しゴムは用途に応じてホワイトボードとかスニーカーとかお風呂場のガラスとか、はい、汚れを落とせるようにそれぞれ材質を変えてよく消えるように工夫された消しゴムです。めっちゃ欲しい。何があるんですか。シールのベタベタ用です。あ、水回りの汚れ用です。これは欲
しい。ホワイトボードの汚れ用。あ、それはいらない家にホワイトボードないんで。壁の汚れ用。まあまあまあ。上履きの汚れ用。上履きの汚れ用。スニーカーもいけるんですよね。スニーカーは別に、スニーカーの汚れ用っていうのがあります。スニーカーの汚れ用いきたいっすね。やりましょう。いきますよ、うん、めちゃくちゃ綺麗なのよ見て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 、この白さよ。ほら、普通の消しゴムでやってみて。これ普通のシードさんのレーダーですよね。あれ落ちます。めちゃくちゃ綺麗になってますよ。これの良さは何なんだ。お掃除消しゴムはカスがそんなに出ないっていうのが一つの特徴になります。まとまってるというかまあまあ、うんうん。あんまり感じないですか最後、ユーリン道章お願いします。マックスさんのモティックです。何ですかそれ。ホチキスです。ペンケースにも入りやすいようにコンパクトになった商品です、はい、手元のボタンを引き出してください、はい、お掃除が開きますんで。すごくないこれ。あ、全然普通に、はい、うん、閉じれますね。10枚まで閉じられますって書いてあるんですけども、はいはいはい、12、3枚までは十分閉じられます。コンパクトホチキスっていうのは他にも出てるんですけども、両手でパカッて開けて閉じなきゃいけない、はい、閉じる時も力が無理にかけなきゃいけないなんていうのがあるんですけど、力が入れやすい、楽に閉じられる商品だなと。お値段はおいくらですか。902円です。カラーは。カラーは3色え、カラーになったら急に曇るんですか。パープルとブルーとブルーとピンク、はい、ピンク。その3色ぐらい覚えてこれないですかマックさん、すいません。さっき P が言ってたんですけど、マリタさんの写真を SNS に載せるとものすごい反響があこれが1310いいねですよ。ありがとうございます。カニの爪グローブをつけてふざけている中年が1310いいねされることないっすよ岸田総理がつけても1310いかないんじゃないですか。岸田総理やったらいきますね。それはいきますもうザキじゃなくてマニタの時代ですね。今度やりましょうよ、スナックひろこじゃなくてホストクラブりょうじキメキメりょうじが好きな人もいると思うぞそういう時にいらっしゃいませ、ご指名ありがとうございます。りょうじです。ちょっと一回もらっていいですか。はい、いらっしゃいませ、ご指名ありがとうございます。りょうじです今夜は返したくないな。今夜は返したくないな